ございます。さよさ心です。あ、着いちゃったあ、お客さん来ちゃった。おはようございます。さよさ心です。今日はなんと軽井沢セブンズにやってきました。理由はですね、10月に行われる産経のアマチュアの試合に出場するからです。今日は8月の9日なんですが、実は北コースで女子のトーナメントが行われています。すごいですね、女子プロが今北コースで、まあ今日は水曜日かな、なんで練習ラウンドかなとは思います。で、私は東の入江コースを回ります。一人です。弾丸だったので寂しく一人で回ります。ですがいいコースなので楽しみたいと思います。よろしくお願いします。なんとクラブハウスは2014年に改築して、すごく綺麗です。天井もドーンと高くて、目の前にコースがボーンと広がっております。なんかちょっとワクワクしてきちゃったストレッチルームがロッカーの中にあります。初めて見たゴルフ場で、大事なんですよね。結構器具とかあるし、ストレッチコールも丁寧に見たり対策、熱中症対策パンパンになりました。なるべくパンパンに入れた方がね、溶けにくいんで、ね、よし、これを持っていきます。こんなね、梅干しとかね、こういうの、今日は水筒は持ってきないです。 OS1 なんかも持ってきます。あと暑くなるとね、キャップに私も頭痛くなるので変えちゃいます。今日はナビ付きのセルフプレートになるので、リモコンも自分でやります。こんなに一人で全部やるのは初めてです。なんかね、不思議な気分、すごく一人でラウンドするのは贅沢ですけどね。頑張ります。10月3日に全日本サンスポ女子アマが開催されます。皆さんも出場してみませんか。今日はね、試合のヤーテージでラウンドします。最初はレディースティーなので358、まあ、去年のヤーテージなので今年はまだ決まってないらしいですが、あれ10番からだ、504からやんなきゃいけない、後ろでした。あ、軽井沢って感じ。芝が、芝がね、洋芝ですよ。生き生きしてる。私今日肌綺麗になるんだろうな、軽井沢が。そっちじゃないけど、あ、出てきた。木に当たってフェアウェイに出てきました。まあ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 、よしとしましょう。この枝が気になるけど、まあまあ右の方に出しておくから大丈夫でしょう。怖がらずに左にするよ。かぶっちゃったー、まずい、ピンチ。ボギーを狙ってこう。ここはね、左のバンカーに入れないように。やばいね、やばいやばいよ、やばい、ずっとダフってる、ずっとダフってるぞ。これはダボになるかもしれないぞ。お、池がある。何だろうな、すごいズボズボ下に入っちゃう。よかったです。なんとか寄せ1でボギーにしたいと思います。このちょっとやっぱ耐えるの後で
柔らかいんですね。 9.0 52度でちょっとフックラインだと思っています。2段になってるんで結構突っ込んでいきたいと思います。そっちじゃない。でも打ち方変だった、打ち方変だった。 手が出ちゃいましたね。ダボで上がれたらいいとしましょう。グリーンは今日は 9.0 フィートです。スライスだね。おお、やっぱ下りちょっと伸びましたね。しっかりコメントでも言いましたけど、この左手の甲をたっぷり出す。ダボチンです。こんなんじゃダメだからね、本当にもう笑われるよ。頑張っていこう。こんなんじゃ笑われちゃうよ。4番、ちょっと言い訳していい？昨日台風で下がちょっと柔らかい。まあうまく打てって話なんですけどね、知ってるなら。なんでちょっとこう打ち込み気味っていうよりは払うイメージで、まあ打ち込んでも手前打ち込みすぎないように。待ち時間に熱中症対策してます。ダボを打ったので頭を冷やしてます。とりあえず冷静になりましょう。頭を冷やして、うん、次は11番ホールなんですが、111ヤード。これはチャンスホールなのでバーディーと行きたいところです。で、大体言うとね、おかしなことになるんですよ。宣言外れみたいな。まあでもね、強気でね、これで打とう。縁起がいいぞ。セブンツーって書いてある。やんだ。122のプラス3、9番ですね。9番でした。リポットもこういう風に直しましょう。私のじゃないですけどね、こういうの気づいたらやりましょうね。うーん、強い。でもパー取れました。ナイスパー。言ってくれない誰も。戦略性のある12番ホールです。池ですね。グリーン手前の池が多分肝ですね。攻めよう。シュートしなかったらバンカーか。まだ大丈夫よ、まだボギーペースよ。うなだれるな。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。